大人気楽天シリーズということで、楽天が昨日3300億円、最大で3300億円の公募増資を、発表したことにより、昨日はもう株価ストップ安、さらにですね、今日になっても 5% ぐらいの下落ということで、時価総額約9700億円、1兆円割り込むところまでやってまいりました。市場は 30% 分ぐらいの増資ということで、最大3300億って言ってるんですけれど、今の株価だと到底3300億も、調達できない、多分2000何百億とかなっちゃうと思いますが、そういった形での公募増資、まあ公募増資っていうのは株式の希薄化、今回はほんと 30% っていうのは大体もう市場でね取引される、株式で、増資をする中でも公募増資っていう一般にね広く公に募集すると書いて公募なんですけれども、公募の規模だとまあ 30% が最大であろうというふうに言われてるぐらいの数字、それぐらい財務的に楽天は楽天モバイルがうまくいってないことによってそこまで財務的に追い込まれてると。先日もですね、KDDI との提携でプラチナバンドとかを使ってローミングでですね、楽天がカバーできてないエリアをカバーしようという、まあそれもちょっとね、無制限に KDDI に対してギガの利用料を払うという形になるので、これが本当にきちっと出るか京都出るかっていうのは分かんないんですけれども、まあさらにですね、先日声優もですね200億円ぐらいで外資系のファンドに売却しておりましたが、そこに来て今度は株主から調達するということで、資本コストが一番会社にとってはですね一番痛手なので、最後の奥の手と、要は借り入れとか社債とかですね、銀行借り入れとかも限界に来てるということが、まあ露呈したんではないかなと。ここに来ても自己資本比率も下がってきてますので、ここで自己資本を充実させないと経営的にもまあやばいということで増資に踏み切る。ただですね、これ株式の希薄化を招きますので、一般株主はですね、株価が自分が持ってる持ち株の価値が3割近く下がるということで、それを嫌気してですね、株価が下落しているというような状況でございます。そして、まあ、今回の増資なんですけれども、もうすでにサイバーエージェントとかそういった会社もですね、応じるというようなことが日経新聞でも報道されておりました。特にサイバーエージェントはね、一回本当昔ですけれども15年以上前、村上ファンドとローネット企業から乗っ取られそうになって、それを実は助けたのが三木谷さんだったということで、藤田さんはですね、社長の藤田さんはそういう恩に熱い人物なので、今回もですね、楽天が非常に大変だということで、増資に応じるということになったんだと思いますけれども、それに加えてですね、楽天三木谷社長の持ち株会社、クリムゾングループの方もですね、増資に応じる意向のようでございます。ただですね、これ三木谷さん、個人とクリムゾングループ、そして、三木谷春子さん、奥さんですね、合わせて今ギリギリ33.3% 以上を持ってるんですけれども、今回増資をして全く三木谷さん一派がですね増資に応じないとなると、株式最大そうですね 25% ぐらいまで希薄化してしまって、支配権、例えば重要事項の拒否権というのが3分の1以上持ってるとできるんですけれども、それすらも失ってしまって、会社のコントロールができなくなるばかりか、会社から追い出されてしまう可能性も出てくると。僕もね、ライブダ事件で逮捕された時にですね、持ち株比率 18% ぐらいまで落ちてたので、会社の経営権をグリップすることができなかったんで、その後保釈されても会社に戻れなかったわけですけれども、楽天モバイルでですね、会社を危機に陥れたということでですね、株主から解任動議が出る可能性も、十分にあるということで、まあ、なかなか苦境に立たされてると思います。